降り積もれ孤独な潮第4話感想動画でございます。はい。いや、佐伯とカノンの濃厚な濡れ場がありましたけども。ない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 、触れただけ、手ちょっと握っただけ。すぐ朝来た。でもあのカノンの誘惑っぷりね。そんなにしてないよ。なんかちょっと誘ってる感じがあるようなないようなで、逆にあの何もしなかった佐伯を俺は褒めたい。一応刑事だからね。俺がカノンの父親だったら安心して任せられるね。あそこで狼にならなかった、あそこで暴力衝動が出なかった佐伯。大人だから一応。いやでもなんかすごいすごいいい雰囲気だったよねあれね。なんかいい、 めっちゃいい雰囲気。でももし万が一ね、佐伯が手出しちゃってたら、多分ゴミさんめっちゃ怒っただろうね。そりゃそうだよ。恋愛するために私あんたを見逃してるんじゃないからね、みたいな。わかる？みたいな。もう自首しなさいって、もうそんなことならって。もうあんたのタイミングじゃなくて、今しなさいと。そんなことするために見逃してんじゃないからってなりそうだけどさ。そりゃそうだ。いや、よかったよ、止まって、あそこは。まあまあ、そういうシーンもあり。で、まあ今回の4話は、一応そのハイカー重蔵の過去回だったじゃない。ああそうだね。だからまあ生まれつき顔に傷があって、お父さんがねそれ恥ずかしいからっつってさ、なんか監禁して隠しながら育ててたっつって、うん、で重蔵がもうそれ嫌になって家飛び出してさ、顔刺されるのよ、なんだあの子はみたいなさ、うん、でそんな時になんか出会ったのが犬山パイセンね。先輩でいいじゃん。別にあのパイセン呼びされるような人格じゃなかったけどね。なんか自称画家みたいな、うん、芸術家みたいなね、犬山さんね、うん、で犬山さんに重蔵がさ心開いてさ、なんか詩とかもう読んでもらって、あのタイトルにもなってるドラマの、はい、降り積もれ孤独な潮灰の雪だけが知る君がそこにいたことをっていうね、うん、あんま意味わかんないけどなんかいい詩だねっつって重蔵もあったかい感じがするとは言ってたでしょ。いやでもなんか最初わかんない感じだったけど、パイセンの顔色見て一応なんかこうここ褒めたみたいなとこあった、ね、あったかいかなみたいな。いやいやいや別にそんな感じ、顔色伺ってたわけじゃないよ。であのね、手のひらにある重蔵の傷、もともとバッテンだったっていうね、罰だったっていうさ、親父になんかゲーやられて、おお仕置きでしょ、要はお仕置きだべって言ってドロンジョ様とか出てこないの。チャリンコで逃げたんだけどね。逃げてない、走って逃げてたよ。最後爆発とかしてないから。そう、手のひらにあのバッテンつけられたんだけど、それもパイセンがさ、絵の具でこう六角形にしてさ、こうすれば亀の甲羅とか雪の結晶とかいろんな意味があって最強だみたいなこと言われて、強いんだよねあの構造的にね、六角形の。でめっちゃ心開くわけよ重蔵が。だけどそれを見てたお父さんが気に食わなくてね、それを。で村中にパイセンの悪い噂流すのよ。ああ、アバズレだみたいなね。違う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 、人殺しだみたいなね。いやでも思ったんだけどさ、うん、あんな田舎であの寮の張り紙嫌がらせなんかするかな、あの田舎で。都会の嫌がらせじゃんあれ。違う違う、田舎の、いや陰湿だからさ、あんな田舎にコピー機ないぜ。あるって、あそこはもう全部一枚一枚手書き。あれ有名な一家なんだから、あそこはもう嫌なやつしかいないじゃん、あの集落じゃ。人少ないのに一人でやってんだから、お父さんが。あんなのお父さんがコピー機で吸って、そうでやらせてんの、部下とか、あのなんかこう執事みたいな使用人みたいな人やらせてんでしょ。でそれでね、パイセン追い込まれちゃって、あの滝みたいなところに身を投げて死んじゃうわけよ。あで重蔵がそれで怒ってさ、うん、父親を刺し殺しちゃったっていう過去があったっていうね、はい、でそれをさ、あの全部さ、その村に昔から住んでたみたいな長老みたいなじっちゃんが出てきてさ、うん、全部話してくれたじゃん、うん、あのじっちゃん何者なんだよっていうね。いやだから昔から住んでる人だよ。いやその住んでんのは分かる、分かるけど、重蔵が例えば読んでもらった詩あったでしょ、うん、とか、うん、立夏のマークのその手のひらの傷の由来とかの回想シーンあったじゃん。うん、なんでお前じっちゃん知ってんだよその話って。うん、あそこら辺はほらもうあれだから、話通通で流れちゃうから、もうあれ。いやだって重蔵が話さないと分かんない話じゃん。だってそれって重蔵がやってもらったことじゃん、パイセンから。だから重蔵が、重蔵が言いふらしたの、豪快豪快っつって。豪快とは言わない。え、何、重蔵とあのじっちゃんとつながってて、じっちゃん聞いてくれよって言って。じゃあじゃあ、そんな手で重蔵が父親をめった刺しにした後、雪の上歩いてたでしょ。歩いてた。うん、その時に重蔵が寄ったの。
寄ったの、あのじっちゃん家に。そう、寄ったの。おお、十三どうしたっつって。しまみれじゃないか。どうした、サワーでも浴びてけって。ならないけど、噂が噂を呼んでそうなっちゃったの。田舎ってそうだから。ゴシップに詳しすぎんな、あのじっちゃん。まあまあいいけど、そこは。回想シーンだからね。うん。でまあ、そういう話を聞いて佐伯とカノンがね、捜査独自にしてさ、うん、でまあまあ帰ろうってなったんだけど、一応ハイカー店にも寄っていきたいみたいになるわけよ、カノンが、うん、でそこで絵画の差し替えに気づくわけ。こんな絵じゃなかったっつって、うん、カノンがここでまたその絵に詳しい鈴木が登場するわけよ。ああもう来たわと思ったもん、鈴木鈴木おい来たわと思って。ハイカー美術館のね、館長、うん、鈴木が来るわけ。館長じゃないよ。あれ一枚しかないから。あの絵にめっちゃ詳しいんだから、うん。テレビで見たからその絵に詳しいって言ってたけどさ、うん、テレビで見たその情報を一発で覚えるかなっていうね。うん、だからね。普通覚えてらんなくない、あの、ね、見た絵の内容とかさ、意味とか、うん。絶対今朝見てきたレベルの知識だったから、その、まあ、ジップかなんかで見てきたってことだよ、鈴木は。ジップでやんねえよ、あの絵の特集。じゃ目覚まし？目覚まし派？知らないけど。デイデイ？ラビットかな、ラビット。ラビットはもう電気椅子だから別に。だからそれがまた怪しいポイントになるわけじゃない、鈴木の。だから入ってたもんね、ね、鈴木がさ、僕にも協力させてくださいみたいなさ。だから、さっき電話の会話ね、隣で聞いてて入ってきたもんね。うわ、来たわ、こいつと思って。で、ここでついにさ、あの顔に傷ある男が登場すんのよ。で、鈴木を襲うわけ。はいはいはい。なんかちっこいちっこい斧でさ。まあ、ちっこいちっこい巻き割り用のやつでしょ、あれね。なんか子供のおもちゃみたいな斧。いやいや、あるから。殺傷能力が十分あるから。なぜそれを選んだみたいなやつで、鈴木を襲うわけよ。うん、いきなり出てきて。でここのすごかったのがカノンの火炎放射攻撃ね。すごい、あれはねもう危ない使い方だけどね、しょうがない。どこにあったのっていう。正当防衛ですよあんなの。あれどこにあったの、どっから持ってきたの、あれ。転がってたの。転がってた。そんな、ちょっと待って、重蔵がスーパーマリオのコインじゃないんだから。重蔵がね、日曜大工してた道具のところを知ってたの、カノンは。え、そんな何十年も前のスプレー、まだ残ってた。あれ、中身。大丈夫だった、中身。うん。違う、あれ、だから、チョコと一緒にいつも持ち歩いてるんでしょ、カバンに入れて。持ち歩いてないよ、あんなの。何用のスプレーかも分かんねえんだから。それで一応撃退するというね、うん、カノンが。ただ、ジーンズの耐熱性が素晴らしかったっていうね、あそこでは。さすがエドウィンっていうね。いや、エドウィンかどうか分かんないけど、でもジーパンって丈夫に作られてるから、そうやってジーンズの耐熱性が証明されるっていう、うん、でもあれってあれなのかな、あの相手が火にトラウマあるの知ってたとかなのかな、カノンは。カノンでもしかして、あーの顔のやけど、顔のあれやけどっぽいじゃん、あれ顔の傷。それカノン知ってて火炎放射攻撃したのかなとも思っちゃったけどね、うんうんうん、あそこは。だけどね、カノンが返り討ちっていうかさ、撃たれちゃうわけよ。当たっちゃったな。当たっちゃうのよ、腹に。なんじゃこりゃっつって。いや違うんだよな、松田優作じゃないから。諦めないでみたいな、マヤミキのみたいなこと言うわけよ。いやそんな言ってたけど、佐伯さんは言ってたでしょ。言ってた。で、似てるって言って最近も。言ってない言ってない、そこは。打たれちゃうのよね。あ、でここだよね、だから考察ポイントは、まあその顔の傷男がまず出てきて、うん、考察ポイントとしては、いやもうあれはもう鈴木が呼び寄せてるでしょ。あ、やっぱそう、そのパターンかな。俺は思った、鈴木が傷の男に、まあ佐伯とカノンがいるよっつって二人を襲うつもりで来たんじゃない。じゃあその顔に傷ある男と鈴木グル説みたいな。グルグルグル、あんなあれだよ、やられたふりしてただけだよ鈴木は。じゃあ狙いはカノンだったのかな。だと思う、まあ、佐伯と。じゃあ鈴木が指示したのかな、黒幕やっぱ鈴木で。鈴木の指示でわざと最初俺襲えって言って、うん、あ多分そうだよね、うん、鈴木襲わせて、うん、でその後銃出したでしょ鈴木、うん、だから銃を出す理由もつくわけじゃんそこで。そうそうそう、だけど撃つけど外すからみたいな、うん、でそこに転がしとくからそれ使ってねみたいな。そうそうそう、それ拾って、うん、カノン撃ったみたいな。だから鈴木悪くねみたいなじゃん、それだと。そうだね。だから鈴木が一応まあ真犯人で、顔に傷あるやつも何かしらの理由があって鈴木に協力してるとか協力させられてるみたいな。いや傷の男が真犯人じゃないかなと思ってんだよね。鈴木はSNS で
立夏のマークがついてるやつと同じような感覚なんじゃないかなと思って、何虐待されてたけど従造みたいなやり方は気に食わないみたいな。じゃあ顔に傷ある男と鈴木は知り合いってことでしょ。そう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 。でも鈴木何してんの。じゃあ鈴木はその鋳造のやり方が気に食わないから成敗したいみたいな、うん、過去にじゃあ関係してるってことでしょ。そうそう関係してる。あそこに住んではなかったけど、うん、例えばなんか鋳造に助けてもらえなかったとかさ。なるほどね、うん、顔に傷ある男が鋳造の息子ってこと。そこはそうなんじゃないかな。普通に鋳造の血のつながったあの傷の息子と友達でその過ごしてきた苦しみを知ってるとか、それで協力してるみたいな。そうそうそう、まあ、だから顔に傷男がハイカー邸の犯人で、まあ、十三の息子で、まあ、立夏のキーホルダー持ってたのは最初のハイカー邸事件で子供13人殺害した時にその持ってたやつ奪って自分も家族として認めてもらいたかったみたいなねことなのかもしれんね、あれは、うん、だ自分ももともと生まれつき顔に傷があったんじゃないの。その場合はなんか自分と重ねてしまってハイカー鋳造はそのお父さんと同じように、まあ、育てなかったみたいになっちゃったんじゃね。隠してたってことか。とかあいつが息子なら、うんうんうん、そうか、まだ確定したわけじゃないもんな。まだわかんない、まあ、鈴木犯人説だったら、まあ、鈴木がカノンと2人になったのをあの顔に傷のある男が助けたみたいな。ああ、逆にずっとカノンを見てたのは例えばあいつが上白健で、うん、カノンを守るために真犯人からの襲撃を家のさインターホン見てたのも大丈夫かなの覗きあの配達員が悪いやつだったんじゃないかとか、あ大丈夫かなって確認の仕方が怖いけど、まあ近くにいるってことは狙ってるっていう捉え方もあるけど、うん、見守りに来てるっていう捉え方もあるってことね。だからあの時鈴木がカノンを襲わないように鈴木にまず行ったみたいな。はい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 。でもなあの後撃っちゃってっからなカノンのこと。そうなんだよな。当たっちゃったって感じだもんね。でもねあれね。うん、そのなんつうの火消そうと思ってバーンってなって暴れたらバーンってなっちゃったみたいな。でも来るじゃねえかなあそこ二人。なんか怪しいもん、まあまあ、タイミングといいさ。そうだね。グル説が一番濃厚かな。でまあどっちが息子かってなるとやっぱ普通に考えたらあの傷つながりで傷の方が鋳造の息子って思っちゃうけどどうなんだろうな。そこが分かんないからなまだ、うん、まあ、あとは顔に傷ある男が上白健だとしてカノンとグル説。あなんかカノンもよく分からんしな。なんか次回のあらすじ見ると死にまつわるとこに必ずいるみたいな、なんかゴミさんがなんか捜査で衝撃の過去がみたいな書いてあったからさ、はいはいはい、真犯人カノンと上白健が実はグルでみたいなのでもびっくりするけど。ああそうだね。まあだから その辺だね。一番は顔に傷男と鈴木グル説が一番あるかなって感じかな今のところは。どっちかが鋳造の息子のことは確かこれそんな感じですね。では皆さんからの感想考察もコメント欄でお待ちしてますんでよろしくお願いいたします。では今回の動画は以上でございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。